はい、じゃあ今日はアスタマくんに来てもらいました。イエーイ、お疲れ様でした。クールなテクノでいい感じでしたね。ネクラなテクノがね大好きなんで。いやでもね、そんなになんかドロドロも、うん、してなかったし、うんうん、すごいさっぱりで聞きやすかった。よかったです、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。今日は初めてフカトロニック TV のスタジオに来ていただきましたが、今日スタジオはいかがでしたでしょうか。そうですね、かなりやっぱり、ね、前も言ったんですけど、そのあったかい音というかで、かといってその僕みたいな結構舌が詰まってるテクノが生えないわけでもなく、すごい気持ちよく DJ させてもらいました。おー、よかったですありがとうございます。そんなアスタマくんですが、はい、この後なんか出演される、はい、パーティーとかイベントとかあったらぜひ告知してってください。はい、そうですね、来週の土日、10月9、10ですかね、うん、にフォレストリミットと、はい、あとフラットトップ、マッドラブの3つでやる野外、まあ、完全クローズドで完全シークレットになるんですけど、それがあります。おお、素晴らしい。で、その翌週ですね、10月16にコンタクトで解体新書の方に出演いたします、うんはい、おお、素晴らしい。で、その翌週10月23に新宿に新しくできたスペース、うん、17月頃にオープンしたスペースってところで、うん、高明伊藤さんと2人会をやらせてもらいます、うん、お、それも素晴らしい。そう、ちょっと不安ですけどね。で、10月23、24と山手線が止まるらしいんで、皆さん、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、じゃあそんなアスタマくんをぜひ皆さん SNS でもチェックして現場にこうぜひ見に行ってください。よろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。イエーイ。